さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今日はですね、アマゾンでこんなものを買ってみたのでご紹介したいと思います。それがこちら、じゃーん。はい、これですね、はい、箱に書いてあります。あなたにいつも安心な明かりを、ということで、こちらは、はい、ランタンになります。はい、今回はですね、ランタンのご紹介です。今までね、ランタンって私もね、いろんな種類のランタン買ってきましたけども、こちらは今までとはちょっとね、一風変わったランタンになっています。じゃあね、開封してみたいと思います。パッケージこんな感じですね。表こんな感じ、横がこちら、裏、そしてまた横、そして正面ですね、これが上、そして下はこうなんだ、下は何も書いてないかな。はい、じゃあ開けてみたいと思います。はい、取り出します。お、結構大きいかな。はい、取り出しました。で、段ボールの中は何も入ってなくて、なんか説明書的なものかな、あ、違うな、なんか LINE の、チラシかな、が入ってました。はい、そしてこちら本体になりますかね。はい、開きました。これ本体と、はい、今回はこれが入ってます。そうなんです、これね、付属の USB ケーブルですけども、このランタンは、充電式のランタンになります。今までね、私が紹介してきたランタンっていうのはですね、だいたいね、この底の部分にね、あの電池ボックスがあって、こうくるくる回して開けてですね、まあ、だいたい単三電池3本とかでね、駆動するタイプのランタンが多かったと思うんですけども、今回はね、ちょっと訳がありまして、充電式のランタンを購入してみました。というのもですね、まあ、ランタンって使用用途いろいろありますよね。まあ、キャンプで使ったり、アウトドアとかでね、使ったりとか、あとは防災用としてね、停電の時のね、備えにもいいと思うんですけども、このランタンはですね、実は我が家の、まあ、常夜灯というかですね、廊下に置くランタンを探していたんですね、実は。で、うちですね、今暑い季節、いつも田舎に住んでるものですから、家の中にですね、ムカデが出ることがあるんですね。で、私も過去に何度かムカデに噛まれたことがあって、以前動画でお話ししていると思うんですけども、ムカデに噛まれるってすっごく痛いんですよね。まあ、もちろんね、対策のために薬は持っているんですけども、ムカデ対策でね、家の周りとか家の中とかでね、粉を撒いたりとかしているんですけども、まあ、夜中ね、やっぱり部屋の電気を消します。で、私は、まあ、目が不自由で、夜になるとなおさら周りのものが見にくくなってしまうんですけども、まあ、家族もね、みんなムカデには、ね、ちょっと恐れている部分があるので、廊下にね、こういう明るいランタンをね、ポツンと置いとくとね、いいかなと思ってですね、今回これを買ってみました。だから乾電池式のものだと、いちいち充電をしなくちゃ、いちいち交換をね、ずっと夜中一晩中つけているとやっぱり電池ってなくなりますから、交換をするのは大変。かといって乾電池の代わりに充電池を使うこともできますけど、それでもやっぱり一回取り外して充電池の充電をしなくちゃいけない、エネループとかね、というのもあるので、だったらランタン自体が充電できるものはないかなと、アマゾンで探していたらこちらの商品を見つけたということで、今回は、これを購入したという、まあ、こんな経緯がありました。じゃあ早速ね、動作テストね、ちょっとしてみましょうかね。はい、ちょっとケーブルを置いておきます。これはどんなふうになってるの？これがこうやってね、吊り下げる部分でしょうか。電源は？電源、これだね。これだね。これが電源ですかね。あとは、これが充電する部分でしょうかね。はい。で、側面は特に何もないのかな。あ、こういうものがあるね。なんか、アタッチメント。これは、こういうふうに吊るす場合に使うものかな。はい。じゃあ、ちょっとこのボタンを押すとつくのかな。じゃあちょっとつけてみたいと思います。初めてです。どんな感じの明るさか楽しみです。いきます。明るい明るこれちょっと今カメラで伝わりますかね。今まで私が見てきたランタンの中では抜群に明るいですね。これ一応箱には1000ルーメンの明るさって書いてありましたけど、わあ、これは後でね、部屋をちょっと暗くして見てみたいと思います。もう一回ボタンを押すと、お、オフだね。もうこれは、あ、これはなんか今暖色系の色に変わりましたね。オフだ。あ、なんかいくつかモードがあるんだ。
これがオンで今普通の白色光、暖色、これは色が混じってるから中白色的な。でずっとつけっぱなしにしてから押すとオフになるんだね。だから連続で点灯し、あのボタンを押さないとモードが切り替えできないっていう仕様ですかね。1,2,3 点滅オフか、この4つのモードか。あーなるほど。白、オレンジ、混じる、点滅、オフと、こんな感じのね、点滅、点灯モードが切り替えられるみたいですね。ああなるほど、結構明る、明るさの調節はできないみたいですね。色の調節はできるみたいですけどね。はい、なるほど、すごいいいですね。明るい、私が今まで見てきたランタンの中ではこれ一番明るい、そんな感じです。じゃあね、部屋の電気消して、検証してみたいと思います。はい、ではですね、部屋の電気を、はい、オフにしました。はい、ちょっと薄暗い感じになりましたね。じゃあ早速ですね、電源を押してみたいと思います。おお、明る、明るい、これは結構明るいぞすごい。もうね、今下ここ白い布が敷いてあるんですけども、うわ、反射光で結構明るい。このランタンはいいですね。いやー素晴らしいよ。じゃあちょっと切って、暖色系、あ、こっちだとちょっと柔らかい光になりますね。先ほどの白い光はすごい遠くまで明るく照らせる感じでしたけども、これはまあ遠くはちょっと照らすと薄暗くなっちゃうかな。でも近くの距離だったらふわっとしてていい感じですね。あの常夜灯だったらこの色の方がいいかもしれませんね。じゃあ切って、これが白色光と暖色光のが混じった中白色的な色でしょうか、まあ、電球色のような色に見えます。画面ではちょっと白く見えるかもしれませんけど、これはこれでまたいいかもしれませんね。はい、まあ一応点滅モードもやっておきましょうか。こんな感じですね。このなんか電源の部分が緑に光るんですね。はい、という感じです。明るい、はい、という感じでしたね。はい、というわけでですね、はい、今回はですねこちらですね、これなかなかいい商品だと思います。充電式の、ランタンです。こちらをご紹介させていただきました。この本体にね、バッテリーが入っていると思うのでちょっとね重みは感じますけども、まあ、でも置いて使ったりとかね、吊り下げてこうやって使ったりとか、あとはこうやって上からね吊り下げることもできるみたいなのでね、普通にねアウトドアとかキャンプでの使用も OK ですし、家庭内のね防災の備蓄品としてもねなかなか重宝すると思います。この明るさなかなかです、すごいな。はい、気に入りました。じゃあ我が家では今夜からこれをね廊下に置いてムカデの対策に活用したいと思います。はい、というわけで今日の動画これで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。